じゃあ、じゃあ、こんにちは。今回ですね、広島カープ、今大人気の球団です。大人気ですよ。はい、その大人気の球団にですね、まあ昨日の記事なんですけど、広島の今年からチケットが今まで先着順だったのを、抽選にすると。抽選でその抽選券を配布して、そこから抽選して当たった人が、その試合を見に行けるっていうふうにしたらしいんですけれども、それでなんとですね、昨日ファンが殺到しすぎて、その抽選券をもらいに行く、当初1万人ぐらいしか来ないだろうと思ってたのが、なんか5万人ぐらい来たとで午前11時までに並んだ人には全員に配布しますよって言ってたのが、あんまりにも人が来たもんだから、それをもう打ち切りにして、もうその球団側が謝ったと、もう申し訳ありませんと。その列がだから駅まで伸びて、駅まで伸びて、それがその JR 広島からの苦情もあって、どうなってんだと、そういうのもあって、まあいろいろ結構問題になったらしいんですけれども、まあ想像以上に人気があった。いやそうですね。なぜ抽選にしたかというと、先着順にすると買い占めて転売っていうのは、そうですね、まあそういう違法的なものが発生するということを、ナフヤとか、そうだね、だからそういうのを避けるために抽選にしたんだろうけどさ、プロ野球人とすればさ、嬉しいよね。嬉しいですよ。嬉しいけど、なんかまあ迷惑をかけたっていう、これは申し訳ないことだけども、でも新たなことをやるっていうのはさ、やっぱ全然計算外のことも起きるし、まあこれはもう計算外のことだったんだろうけど、1万人を想像してたんでしょ。大幅に、大幅に。それだけやっぱ広島人気あるんだよ。あるんですよ。すごいっすよね。また開幕戦っていうのは特別じゃない。そうですよ。そうっすよね。すごいな。まあでもそれはやっぱ場所とかね、いろいろ選んで、やってほしいなという、まあ最初の企画だから、ちょっと多めにファンの方はね、見てあげてほしいなっていうふうには思うけどね。5万、まあすごい、もう5万、その1日だけで豊かチャンネルの登録数以上いますから。行きゃよかったな。そこで待ってる人たちに、テント張って並んでる人たちにはこれ見暇つぶしに行こうですね。いやまあでもありがたいことだけども、はい、やっぱこう計算違ったっていうことはね、ちょっとこれ反省点だよね。迷惑をかけたという面ですね。これはもう十分反省はしてほしいと思うけど、やっぱ広島の人気っていうのはすごいね。いやーすごいですよ。そこまでしてやっぱ開幕戦を見たいっていう、ありがたいよね。気持ちですよね。野球熱という部分では嬉しい。嬉しいよね。まあだけど次から球場で並ばせて。そうですね。もう一大イベントじゃないじゃん。球場に欲しい人は全部集まって、宝くじ会場みたいな、なんかこう抽選みたいな矢を当てていくとかね。宝くじですもんね。いやまあそんな感じでやっても面白いかな。5万人集まるって一つのイベントができるじゃない。イベント、もうイベント制にすればいいと思う。もっと、確かに。だから待つにしても球場の中で待つって言ったらさ、そんな迷惑がかからない。まあそうですよね。球場の中の雰囲気もまた味わえますし、だから早く来た人は球場に入れるし、早く帰れない人はパブリックビューイングかみたいな楽しみ、一つのイベントにしてほしいなっていう。ああそうですね。